船釣りの作法、千葉県南房総の音浜港にやってきました。今回は直結でヤリイカを狙っていきます。厳しい条件下で確実に一杯をかけて取るをテーマに釣りをしていこうと思います。例年に比べてだん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 イカの通り道っていうんですかね、それがずれてきてるような感じはしますよね。水温の関係もあるかもわかりませんから、まあ、それ見つけ出すのも難しいし、まあ、全体にイカが少なくなったってことは確かかもわかりませんよね。まあ、状況によっては当然深いところもやるし、まあ、今日この南房エリアもねやっぱり潮が速いっていうのはやっぱ結構あるんで、なかなかこう釣り手に優しい状況ってのは少ないんですけどね。まとまった数は釣れないかもしれないですけど、まあ、こういった渋い状況の時に一匹一匹どう丁寧に釣っていくか、まあ、そのなるべくトラブルをね少なくして、まあ、仕掛けだったり取り込みだったり、まあ、そういったところのトラブルを減らして一匹一匹大事に釣っていく、まあ、そんなのがねお伝えできればいいかなと思います。タックルですが、ロッドはイカセブン MH の155、リールはフォースマスターの2000を使用します。 P ラインは3号、仕掛けは直結仕掛け7本針でやってみようと思います。6時出船、およそ30分かけて白浜沖へとやってきました。今日狙ってるこのヤリイカ、まあ、この沖イカの中ではスルメイカとヤリイカ、もうこの2種類ですね。で、今日狙ってるこのヤリイカっていうのはもうあまり棚は探らないですね、スルメと違って。船長の指示がない限りはもう基本的に投入したら重りを海底につけちゃいます。で、そこからだいたい10メーター15メーターぐらいの間を探ってくるんですけど、まあ、仕掛けの長さ分もあるのでだいたい巻いても下から10メーターぐらいかな。誘いはもちろんまあいろんなのあるんですけど、スルメほどあんまりガシ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 しゃくるってことはあんまないですね。どちらかというと今やってる直結なんか特に海底付近で軽くこう竿を煽ってちょっとこう仕掛けを動かして若干こうイカにアピールしながら乗せるときはこの電動リール、このテクニカルレバーでゆっくりこうやって巻いてるんですね。まあ、ただ巻きとかズル巻きとか言ったりしますけど、で、この巻いてる最中にこの竿先よく見てるとこうクンクンと乗ってくる、そんな釣り方が多いです今は。ヤリイカってね、スルメイカと違って意外とこの朝より後半の方が乗り出したりするんですよ。意外と朝寝坊、日が昇ってしばらくしてから結構乗り出すこと多いですね。スルメは逆にこう朝一が結構乗ったりするんですけど、ヤリイカはその逆で結構後半に乗り出したりね、帰り際に急にバタバタ乗り出したり、そんなのが結構多いです。スルメイカの場合は当たりはないんだけど、こうロッド操作でこう仕掛けを動かしている中でタイミングでこう引っ掛ける、当たりは竿先に出てないんだけどこう引っ掛けるまで引っ掛けるような釣りをよくやるんですけど、ヤリイカの場合はいれば当たり出ますから竿先に、だから竿先によく集中して、はい、上げてください。だからこのね、今着底してすぐはあまり大きな撮影は入れずに、やっぱここで一番乗る確率が高いですね。今竿先に出てるのはこれ魚、ゴツ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 やってるのは魚ですね。イカからの反応がなければ初めてそこでロッド操作で仕掛けを動かしてイカにアピールする。どうしてももうイカ釣りってこの動きしかないから、上下のこの動きだけなんで、それを例えば大きいしゃくりなのかこういう小さいしゃくりなのか
もしくは速いしゃくりなのかゆっくりなのか、それがまあどれがいいかなっていうのはその日の状況でね。お、乗ったんじゃないこれ、ちょっと乗ったんじゃないのこれ、乗ったかもしんないよ。着底して、まあ、リールをもう電動で巻き上げた瞬間クンクン乗ってましたね。スルメと比べればやっぱバレやすいイカなんですよ。特にやっぱサイズが小さくなればなるほどやっぱ身も柔らかいですしね。巻いてくるときに直結なんかはあまりゆっくり巻きすぎないことですね。ブランコの仕掛けによりはちょっと巻くスピードは速いと思います。特にちょっと今みたいに多少こう波があるような時っていうのはやっぱ竿先も暴れるんで、あんまりゆっくり巻いてると波の動きに負けてふわっと船が下がった時にやっぱイカがバレやすい。だから波の動きに負けないぐらいのスピード。おー、来たやりか。まあ朝の出船前の予想通り、なかなか簡単には今日は釣れないかないです。まあでもね、この1日の中でどこでこう盛り上がる時間があるか分かんないんで、急にやっぱやる気を出して勝ちついてきたりとか、急に乗り出してそれが30分1時間続いたりとか、かと思えば1日中なんかポツポツと釣れる日もあれば、どういう状況になるか分かんないですけど、お、今当たってる、当たってるよ。おい。今もう着底してただ巻いてるだけで乗ってきました。これやっぱね、どういうわけかやっぱイカの活性が上がってくると、まあ、角にこうしっかり抱いてくるっていうか、かかってくるっていうかね、そういう時って意外とバレにくいんですよね。やっぱ活性が低い時とかっていうのは、どんなに薙でもどんなにゆっくり巻いてもやっぱバレやすい。あとヤリイカって結構巻いてくる時に途中で暴れるレンジっていうのがあるんです。それが潮の境目なのか、こう光が差し込んでくるところなのか分かんないですけど、暴れるレンジがあったりするんで、そこに近づいたらちょっと巻き上げスピードをゆっくりにするとか、そういったこともやりますね。おっと、小槍と呼ばれるねさっきとちょっとボリュームが違うでしょ。今カメラに映ったかどうか分かんないけど、竿先にはしっかり当たり出てるんですよ、このサイズのイカでもね。この直結でやってる時に、この今釣れたサイズのちょっと小型のイカ、このイカは例えばこれ竿先に当たりが出てたとしても、こうやって引っ掛けてもほぼ引っかかんないです。ある程度大きいサイズ、パラソルみたいな大きいサイズのイカは
こうしゃくってバシッとかけるっていうことができるんですけど、結構小型のサイズのイカはねほとんどかかんないんですよね。だから今こうゆっくり巻いてるだけ、これで乗せてるんですけど、今回使用したスロットはこのイカセブンです。この竿の特徴なんですけど、まずこのブランクスですね、スパイラル X コアというね、非常にこのパワーがあるブランクスを使ってます。素材ですね。そしてこのグラスの部分ですね、ハイパワー X ソリッドを採用してますので、非常にこの仕掛けの操作がしやすいのが特徴です。そしてもう一点、バッドエンドが従来のものより5センチ延長されてます。このことによって脇で挟んだ時のロッドのホールド感、これが向上してます。そしてこの X シート、エクストリームガングリップですね、これもリールとセットにした時に非常にこの包み込むような持ち方で竿が安定しやすいので、仕掛けの操作が非常にやりやすいと、非常にねイカ釣りではおすすめなロッドです。そしてこのアイテムなんですけど、イカセブン全部で5種類5アイテムあります。最初この3アイテムですね、H の155、 MH の170、 M の185、この3種類が発売になってたんですけど、今年さらに2アイテム追加になりました。今日使った MH の155、そして WH の155、この2本が追加になってます。まず今日使った MH155 なんですけど、これは長さ 1m55 で少し柔らかめ、胴に入りやすい竿なんですね。だからヤリイカの釣りなんかにはあまり大きな誘い、しゃくりをしないことが多いんですね。今日みたいにズル巻きみたいな、ああいう釣り方をするときに非常に有効的なロッドですね、はい、そしてもう1本、はい、WH の155、これはもう MH とは対照的にもうとにかくバシッとした硬い竿なんです。なのでターゲットはスルメイカ、重りの負荷も180号とか200号とか、もう重たいハードなタックルで攻めるときにすごい威力を発揮するロッドです。今回使用したリールはフォースマスター2000ですね。これ新しくなりました。まず無敵モータープラス搭載で、前作と大きく違うところ、探検丸スクリーンがここに搭載されました。特にこのヤリイカなんかは結構多少こう起伏の激しいところを攻めたりするんですよ。なので水深が例えば浅くなっていったり深くなっていったり、そういった目安がこの探検丸スクリーンを見て情報を得られることで操作がしやすい、そういった特徴があります。そしてあとはこの中のギアが強化ギアシステムが入ってます。このイカ釣り、重たい重り使うんですね。155、場合によっては180号、そういったところでリールに負担はかかるんですけど、中のギアが強化されてる、もう2倍になってるので、そういったところでリールの耐久性は上がってると思います。だこういったね、このイカ釣りにはこういう、まあ、小型なんだけども実際はパワフル、まあ、こういった電動リールが非常におすすめです。大きいイカの場合って大きく分けて3000番のリールと、あとは今日使った2000番のリール、だいたいこの2つに絞られてくるんですけど、まあ、この2000番を使う特徴としてはまずこれ小型ですよね。なので非常にこのロッドと組み合わせた時にすごく握りやすいので、ロッド操作がしやすいんですよね。だからパワーは十分満たされているのに小型なところで、やっぱり操作性が非常に上がってます。はい、仕掛けは直結仕掛け、ブランコ仕掛け、まあ、この2種類なんですけど、今回は1日通して直結仕掛けでやりました。今日はね、1日結構サバが多かったんですね。サバが多い時に直結仕掛けはもちろん仕掛けにはアタックしてくるんですけど、仕掛けにかかってしまうことはないんです。なのでストレスなく釣りができる。その例えばね、今自分なんかはこのヤリイカを直結で狙ってるんですけど、これが一般的かっていうと、このヤリイカ釣りに関しては直結ってあんまり一般的じゃないですね。やっぱり割合的に言うとブランコの仕掛けでやる方がいい、ブランコの仕掛けの方が状況がいい、釣るのは釣りやすい状況の方が多いんですよ。ブランコ仕掛けの方がやっぱバレる率は少なくなるので、まずはヤリイカを釣るっていうところではブランコ仕掛けを覚えてもらって、でそれがある程度慣れてきた中で直結仕掛けに挑戦してみる方がいいのかもしれないですね。全然直結仕掛けで超過が伸ばせない時期っていうのがやっぱあって、だからもう釣れても釣れなくてもずっともうイカ釣りばっか通い込んで毎週のように来て、で当時の本当ベテランさんたちに
もうあれこれいろいろやっぱ教わって、仕掛けのさばき方、それ以前に仕掛けの作り方だったり、さばき方だったり、取り込み方だったり、でやっぱなんかその直結の釣りっていうのがなんか自分的には面白いなっていうのがあり、それがこう今に至ってるんですよね。自分はこの直結でイカを釣るっていうのがなんか好きなんですよね。だからこれから直結を始めてみたい人、全然始めてもらえばいいと思うんですよ。だけどそれが1回2回ではなかなか結果が出ない。釣れるか釣れないかっていうのもやっぱその日海に来てみないとわからないので、だからちょこっと、ほんのちょこっと直結試しても、やっぱそれを覚えるにやっぱ時間がかかりますよ。触りってイカ釣り独特の表現だと思うんですけど、魚の場合ってなんだろう、餌に食いつくと、まあ、大体かかっちゃうことが多いんですね。イカの場合ってこの触腕っていうのかな、足でプラズノをね、こう触ってくる、まあ、要は触ってるんですよね。でその触ってそれを自分の口までこう持ってくるんでしょうね。実際魚なんかは餌を見つけて餌を捕まえればそのあれで掴んで自分の口まで持ってくる、まあ、その動きが、まあ、なんか触るっていう表現が正しいのかなっていう、ね、本当にイカ釣りの中で独特な表現ですね。水中に入ってる仕掛けの周りに、あ、今これイカいるよっていうのが分かるんですよね。だこういうのが分かるようになると自然的に聴覚も伸びるし、あとはやってて面白くなるんですよ。乗ったか、なかなか厳しい指示ですけどね。この乗らない日、難しい日の一杯っていうのがね、緊張感があって面白いんですよ。これでまた取り込みもね、はい、これイカ釣りで一番緊張感があるところってやっぱこれ取り込みなのかな。まあイカの姿も見えるしね。あとやっぱ立て掛けした時なんていうのはまだついてるっていうところでね、テンションが上がるわけですよ。まあ、この数ついてくるっていうのもこの釣りの魅力かもしれない。さあ間もなく、お、何匹かついてるか。お、2匹でしたね。どこでそのイカの触りを捉えるか、感じられるかって感じたものに対して、じゃあ次どうしようかな、さっきはこれで触ってきたな、これで乗ってきたな、組み立ててってこれだっていうのが見つかれば必然的に聴覚が上がる。当然やっぱこういう感度のいい竿、まあ、この沖イカに関してはもう絶対専用竿を使った方がいいと思います。今使ってるイカ7も今全部で5アイテムあるんですけど、スルメイカに向いてるモデル、ヤリイカに向いてるモデル、もしくは直結に向いてるモデル、ブランコ仕掛けに向いてるモデルありますので、そこは例えば自分が行くエリアだったり、自分が釣りたいターゲット、ヤリイカをメインにやりたいのか、スルメイカをメインにやりたいのか、そういったところでロットはチョイスしてもらえばいいと思います。おお、映ってるかな、竿先映ってるかな、ここに来て2頭連続乗りましたよ。まあ、船長もね、後半いいんじゃないのなんて話だったから、今がもしかしたらその時かもしれない。だからやっぱね、いくら状況が渋いとかって言っても、一日の流れの中で多分こういう今が多分チャンスタイムだと思うんです。このチャンスタイムが一流しで終わっちゃう日もあれば、二流し、三流し、30分1時間とか続く時もあるんですけど、
だからこの今を逃さないように。お、これも2匹ぐらいついてるかな。販売。で次投入できるようであればもうすぐ投入。だ唯一このやっぱブランコと直結に違えて、今みたいに取り込んでまた次投入するまでの時間が早い。直結の仕掛けだから余計釣れるっていうことじゃなくて、多分手返しだと思うんですよね。これが慣れた人ほどやっぱりトラブルなく毎回毎回確実に投入できるので、まあ、状況いいとき、まあ、今日みたいに状況が渋いとき、まあ、あんま変わんないんですよ実は。一番もう基本的なのはもう船長の合図があったら遅れずに投入すること。まずね、一番そこが重要かなっていうところですね。特にこの何だろう、状況の渋い時っていうのは、まあ、重りが着底してすぐ、このワンチャンスがやっぱ一番乗るか乗らないかっていうことが多いので、やっぱ遅れて投入するよりはやっぱり最初にこう遅れずに投入して重りを海底付近まで送り届けるっていうことがやっぱ一番重要ですね。少しでもそのイカと巡り合えるチャンスを増やしてあげることが重要。まあ、これはどんな状況でもそうだと思います、うん、でも特にこういう厳しい時は特にそこを注意した方がいいかもしれない。だからすごい簡単なことなんですけど、投入に遅れない、そこ大事です。で、まあ、イカの持ち帰り方はもう特に難しくなく、こういうねジッパー付きの袋を用意してもらって、である程度この水を最初にはかした状態で入れる。まあ、完全には抜けないんだけど、ある程度水をはかした状態で入れる。空気を抜いて、まあ直接このイカに氷を当てないようにして、でクーラーボックスの中に、まあこういう、まあ袋にこうやって入れてしまえば直接氷に当たることはないので、あの魚みたいに氷水を作ってキンキンに冷やす必要はないです。何しろ直接水とか氷に触れないようにしてあげれば割と綺麗な感じで持って帰れますので、はい、食の作法。今回はヤリイカのカルパッチョを作ってみようかなと思います。材料はヤリイカ、トマト、葉野菜、オリーブオイル、白ワインビネガー、岩塩、ピンクペッパーになります。ヤリイカは胴の部分を薄いそぎ切りにします。ヤリイカ、トマトを皿に盛り付けます。オリーブオイルをたっぷりとかけ回します。次にワインビネガーを適量、さらにこの上から岩塩、ピンクペッパーと葉野菜で彩れば完成です。自分はやっぱり釣りたてのヤリイカは生で食べるのが一番だと思うんですよね。一般的な刺身だけではなくて、今回のこういうカルパッチョ、酸味とイカの甘みが溶け合ってとっても美味しいです。釣り方のテクニックとかそういったことはもう二の次なんですね。むしろそのテクニックとかそういう時っていうのはものすごく状況のいい時に、数釣れるような時に余計こうしたら余計数取れるよみたいな方法はいくつかあるんですけど、まず一匹一匹大事に釣りましょうっていう時は基本的な動作をまずそこを忘れない、でそこを守っていく、うん、そこが大事ですね。